こんばんは。ただいま夜の11時40分。バイトから帰ってきてリハして、そしてまた明日バイトでございます。バイト新しく始めまして、お昼ご飯をね、お弁当を持っていこうと考えております。そんなこんなでお弁当まだ作ったことがないのですが、まあ、最初は簡単なものからということで焼きうどん弁当にしようと思いまして、今日は焼きうどんを作ります。今日の材料はですね、冷蔵庫にあったものから選べました。まず焼きうどんなので、冷凍のうどんと、次か、いつものネギです。そして人参、そしてチンゲン菜、そして広告の品、豚ロース、こちら2枚ぐらいちょっといただこうと思います。じゃあまず材料を切っていきますね。そして人参、これくらいで良いでしょう。下がってきちゃうのか。よいしょ。切れました。はい、では次にですね、冷凍うどんを電子レンジでチンします。チン、600ワット3分30秒平野レミさんの出てるテレビ番組見てたんですけど、やっぱすごいですね、あの人、すごい、超ガサツ、すごい。でもなんかもう手なんか切りそうな感じで、もうこんな指なんか伸びてるしすごいんだけど、全然切らないのがすごい。指切りそうなんですよ本当に。というわけでちょっと待ちますね。待ってる間にこいつを、具をちょっと焼いてみます。もうなんかね、調味料もね、このフライパンのなんかリゾット作ってたんですけど、平野レミさんが、スプーンごとバーって投げ入れてるシーンがねあったんですよ。それぐらいね、すごい。何の番組なの？なんか大悟って言ったじゃないですか、これの大悟と、あと平野レミさんと、あと毎回誰かゲストが一人来てなんか料理する番組かね、なんか夜何曜日かやってるんで、もし暇な人は見てください。すごいね、面白いです。料理番組って割と、料理番組とかさ、魚さばく系の YouTuber とかめっちゃ好きなんですよ。今までトミックさんが好きだったんですけど、最近は気まぐれクックさんも結構見るようになりました。気まぐれクックさんの方がなんか料理をするんだね、ちゃんと。
あの魚さばいた後それをあの調理するのが割といいなって思った最近。こんな感じでまず肉を焼きます。あ、野菜から焼いた方が良かったかな。イカ全部一緒に入れた。塩振ります。うどんがね、できました。はい、もうちょっと寄ってください。よいしょ。じゃあお醤油かけます。じゃあ麺も入れちゃいます。そして必殺かつお節。このかつお節を入れるとめっちゃうまくなります。味にします。うん、分子なんでちょっと味濃いめでもいいんじゃないかな。ということでちょっともうちょい使用します。そしてもうちょい醤油もかけてもいいかもな。一周させましょう。こんなもんかな。もう一回味にします。なかなか美味しい。はい、これをじゃあとりあえずお皿に盛ります。ちょっとね、じゃあこれがもうちょっと冷めたらあのお弁当箱に入れます。こんな感じでお弁当箱に入れました。これを明日、これをね冷やすっていうか冷まして明日朝持って行ってバイトに行ってこようと思います。わあ楽しみ。はい、今日の動画はこれで終わりです。